統合基本航空機訓練システム計画に再提案され、エンブラエルエンブ -314 の名で採用された。エンブ -314 は10カ国以上で採用されたほか、アメリカの民間軍事会社ブラックウォーター、USA 社もアメリカ海軍の特殊部隊ネイビー、シールズを支援する機体として採用した。さらに、アメリカ空軍がアフガニスタン空軍に供与する計。 航空支援計画に選定され、A-29 の名で製造されている。L-139 は、L-159 の技術を取り入れた改良型、L-39NG に発展し、アメリカやチェコの民間軍事会社に改良キットとして採用され、アメリカ空軍やチェコ空軍の訓練支援に用いられている。AB やヨシとも監修。 週刊ワールドエアクラフト通貫13号、デアゴス T2 ジャパン2000年、P30ABC、ビーチクラフト T-6 的3通航空機、徹底ガイド。フライティーム、2021年3月6日閲覧。AB 松崎と和、編ず、米軍機ハンドブック97原書房1996年、ISBN4 から 562028785P105。 ありがとうございます。